おはようございます、川島です。今日も亀山ダムです。で、亀山ダム11月に入って水温も15度を切ってきました。で、そんなタイミングで、まあ、雨が続いてこう濁りが入ってるんですけど、そうなってくるとちょっとこう、バスも巻き物で結構ね反応させやすくなるんで、まあ、巻き物中心にちょっと横の秋、まあ、秋といったら横の動きみたいな感じなんで、そのクランクとかその辺巻物を使ってちょっと楽しい釣りをできたらなと思います。よろしくお願いいたします。でもこの土砂路をちょっとゆっくり巻きたいな。まずはマッシュボブ 50SR、 これでちょっと1メーターあるなしのところ、今あそこでなんかあれ泡か、なんかほんと浅いんだけど、ちょっとこれだけボートいると逃げてるバスもいるような気がするんで、この中にちっちゃいね追い川の群れが入ってて、それを食ってるバスいるんだけど、そのバスがやっぱり餌小さいからバスも小さいんですよね。でも比較的そいつらが後半の、もうなんか違うかな、もう手っ取り早くバスとの間合い詰めるんだったらもうシャロードシャロー。クランクだから多少ゴミ浮いてても負けるし、ちょっといけるかどうかやってみよう。全然なんかベイト映んねこの辺。お、MR でちょっとね、この逆ワンドの入り口ちょっと2メーターぐらい水深あるんでやってみよう。もう枯れた、冠水今しちゃってるけど、枯れた草が固まってて、いいシェードじゃなくて、あの水草があるとこだとドーム状になってるような、そんなんあればね入ってそうだけど、でもこれいい魚は入ってねえかな。とにかくでもサイズは関係なく釣りたい。巻物、薄いのかなバス。頑張れ。釣りてえ魚。もう一回こっち、完全獣道があそこできてる。来た、いたね、可愛い子ちゃんですが、いましたよ。これはフック1本、可愛いよ、よいしょ。ちょっと可愛いけど1匹貴重です。いけるから、あ、もう外れてる、もはや、ね、食ってる、すごいな、やっぱいるな、そこ。もっと態度に行こう。プレコンバッグフィッシュ食ってますね。これ OK ですか。こちらマッシュボブ50SR と 50MR ですね。で、まあ、マッシュボブシリーズ、この SR と MR と2タイプリリースされてるわけですが、まず特徴
特徴というか、ボディサイズ 50mm のウエイトが 9.5g、まあ、小粒な割にはウエイトもしっかりあるんで投げやすいと。で重心移動システム入ってるんで飛距離も出る。であとはアクションですね。アクションは割と投げて巻くとも手元にこうブルブル伝わってくるような、こう細かいピッチでウォブルの強い、まあ細かく言いますと SR の方がウォブルがちょっと強くて、で手元に、まあ、投げて巻けばしっかりと動きが伝わってくる。で、中層早巻きしてあげると多少こうまっすぐ泳いでくるんですが、途中でこうブレる感じっていうんですかね、そういう動き食わせのきっかけとなるような動きも出してくれるものになってます。で MR も同様ですね。やっぱり巻いた時には MR の方がちょっと若干こうシャッド寄りな、割とタイトな細かいピッチのアクションなんですけど、そういうアクションの中にまたこう中層を泳がせるとこうふらつくアクションがあって、まあ中層でも食わせやすい。であと両方ともすごいカバーにやっぱり強いんですよ。カバーの中にぶち込んでもほぼ引っかからず、まあ手元までしっかり巻けるっていうメリットがあるんで、カバーの内外両方で使ってもらって、まあ、使い分けは推進ですね。SR の方は最大1メーターぐらいまで、で MR の方が 1.5 メーター強潜ります。で、あとタックルなんかはもうミディアムライト、ミディアムアクションのクランキングロッドに、あとラインはフローロでもナイロンでも、まあ、個人的にはナイロン好きなんでナイロンの14とか17とかその辺使ってるんですけど、まあ、フローロだったら、まあ、12ポンド前後使っていただければ問題なくカバーでもオープンウォーターでも使用できると思います。まあ、そんな感じのこの2タイプですね。 SR、MR ぜひ使ってみてください。早く思いっきりこの竿が曲がんないかな。なんか釣れそうだな。とっても釣れそうなんだけどな。来ましたよ。あー、やってもうた。テンション今かけてたのにやってもうた。サイズアップしたのに。見事にジャンプ一発でした、ね、このゴミの中でなんとか食わしたらいいな。泳いでる間に食ってくれた、ゴミにまみれる前に。よし来た。うおー、もうピックアップ寸前の浅いところで来た。よっしゃ、よし来た。高活性、やっぱ手っ取り早い、こういう時はクランキング SR、 SR ね。SR テンション上がる色ね。テンション上がる色やっぱ大事でしょ。釣り人のテンションが上がらないと。えぐれてろ、えぐれてろ、えぐれてる。あれ？
なんもねえぞ。見えてるものしかないのかな。浅い。引っかかってる。ん？妙な感触です。よし、来た。よいしょ。くわえてから動かない。落ちねえなって思って、その後パンと落としたはずなんだけど、なんかにこうスタックしてるイメージがあって、でもちょっとこれ違うかも、食ってるかも、聞いたら食ってた。なんかね、ギューンって持ってったりゴツゴツ言わない、まあ、この急激な濁りとかが原因なんでしょうね。こちらがファイボスですね。でファイボスも 3.8 インチと 4.5 インチ2タイプあります。でこのファイボスは、まあ、テキサスリグ、あとはリーダーレスダウンショット、ヘビキャロー、その他もろもろのリグで使えるものになってます。で主に、まあ、カバー打ちだったり、あとカバー際にフォールさせてあげると、ちょっとこう扁平なボディなので、割とこの水を受けてこうスライドしていくような感じで落ちたり、スパイラルフォールしたりで、フォールで誘うこともできますし、あとこのパドルみたいな、これ手っていうんですかね、これは割と大きめなものが2つついてるんで、これ水中でこう落として、でカバンに絡めながらシェイクしてあげたりすると、非常によく水をこうパタパタと押してくれる、攪拌してくれるような感じがあるんで、まあ、アピール力もあると。であと単にズル引きした時とかでも障害物を抜けると、この手の付け根っていうのはやっぱりこう見ての通り手が重いんで、ここを支点にこう曲がるんですよね。そうすると抜けた後に手がボヨンと動くような、そういう自発的なアクションも出やすくなってます。であとは普通に投げて巻いてあげると、こうなんつうんですかね、ボディをこうくねらせながら泳ぐような、そんな感じのアクションでスイミングで使うこともできます。でとにかくまあ、フォールさせて、で着底した後に食ってるとか、フォール中に食ってるとか、あんまりこう人間がこうなんつうんですかね、アクション加えなくても割と釣れやすいワームだと自分は思ってますんで、なかなか今までに、ちょっと今までにないって言っちゃ言い過ぎですけど、今までジャッカルではなかったタイプのワームになっておりますんで、まあぜひ使ってみてください。いきます。本当はもっと近づきたいんだけど、ちょっとこいつ完全に阻止してる。本当はもっと行きたいな。これ以上荒らしたらダメそうだ。この辺に角が沈んでんじゃないかな、角となる部分が。送った。あ、食った食った食った。よし、出てこい。出てきた。ちょっとなんか半分スイミング気味だったな。よし、抜いちゃいます。よいしょ。うわ、でけ。ファイボス。いや、黒の貝あったな。やっぱり俺こういう泥臭いことしないとね、釣れない。今のはね、今ここちょっと岸が崩落してできてるストラクチャーがいっぱい沈んでるんですよ。
でプラスこの流木、流木ね。で絶対そういう、まあ、この流木一体こう表面覆ってるけど、その中でもやっぱり核となるそういう沈み物とかね、バスのつく、まあ、バスの餌のつく場所をこうテキサスリグで 表面のこのゴミ突き破って、ただ落としてって、でちょっとカーブフォール気味に落ちたのかな。そしたらもうコツンコツンって入ってたんで、多分まああれでしょうね、本当にプレッシャーもかかってなかったかもしれないし、単純にこのファイボスのカーブフォールが、例えばですけどブルーギルがこう泳いでたとか、エビが落ちてきたみたいな感じで、あとカエルかな、なんかそんな感じで、まあ警戒心もない状況で、だから本当素直に食ってきちゃったんで、ちょっと何とも言いようがないんですけど、ただ単に水中のそのストラクチャーに絡めながらカーブフォールさせたら一発で食ってきたっていう感じで、ちょっと気持ちのいいバイトでした。お疲れ様でした。今回も初頭、まだ早いかな、11月のまだ初旬の、まあ秋ですね、の亀山ダムだったんですけど、まあ、濁りゴミにちょっとやられてしまい、巻き物は巻く場所が本当少なくてなかなか厳しかったんですが、まあ打つとね、まだ反応こうやってあるんで、まあその適材適所ルアーを使い分け、あの状況判断してもらえれば、まあまだまだこの時期釣れますんで、皆さんもぜひフィールドに足を運んでみてください。お疲れ様でした。